地震の4タイプ。×が火山性地震。火山性地震とは、地下でのマグマの移動などの火山活動によって発生する地震。発生のメカニズムが通常の地震とは異なり、余震や全身がなく、本心のみが単独で発生するとみなされている。世界的に統一された定義はない。火山周辺の地下には、マグマの通り道となるところがある。この通り道は、比較的頑丈で、 普段は崩れたりすることはほとんどない。しかし、マグマが上昇してくると圧力がかかる上に温度も上昇する。特に地上に近いほど地下にも水分が含まれており、マグマで熱せられた水分が蒸発して体積が数千倍に増し、圧力も一気に高まる。すると、圧力に耐えきれなくなったマグマの通り道では岩盤が割れて地震が発生する。また、 マグマによって圧力が高まった後、マグマが通り過ぎたことで圧力が下がり、押さえつけられていた岩盤が崩れることによっても地震が発生する。気象庁では、振動波形の特徴や周波数成分の分布から、地震と微動に分けている。また、火山ごとに固有の波形を有する例もあり、定義及び分類はさらに細分化される。また、細部の定義が研究機関によって異なっている。 火山学における振動周波数の分類は、一般の地震学による分類は異なっている。その背景には、火山観測において、歴史的に固有周期1秒の地震計を用いてきたことにある。t イコール0.1秒、短周期 t イコール1秒、長周期 t イコール10秒、超長,長周期 t イコール100秒、極長周期火山性未約度とも呼ばれる。 短いものから数日以上続く長いものまである。ハワイキラウェア火山の観測例では、マグマ起源の火山ガスにより熱せられた熱水系によって起こされる振動と解析されている。火山性連続、微動孤立型微動孤立微動厳密には火山によって異なるが、阿蘇山では火山性地震を火山の近くで発生する震源の深さが 10km 以前の地震と定義している。 A 型地震、VT 地震、B 型地震爆発地震、T 型地震深部低周波地震マグマの移動は噴火に関係なく起こり得るが火山の噴火が迫っている可能性もある。そのためマグマの移動を火山性地震の観測によって捉えその火山の火山性地震と噴火のパターンを研究し噴火予知に活かしている。日本では 数十の活動的な火山に地震計をはじめとした契機や観測所が設置され、気象庁の火山情報などで警報体制が構築されている。火山性地震は一般的に規模が小さく、無感地震となることが多い。また、地震の周期も多種多様である。火山の周辺では周期別にいくつかの種類の精密な地震計を設置して観測を行う。火山性地震は 勇敢となっても規模が小さいが稀に単独で被害を出すような地震となることもある。日本における例としてはありがとうございます。